1-35スケールの GMC 軍用トラック1-35スケールはスケールモデルで用いられる縮尺の一つである。主に戦車などのプラモデルに使用される。1-35スケールは日本で生まれた縮尺であり、現在では世界的にミリタリーモデルの標準スケールとして用いられている。1-35スケールを初めて採用したプラモデルは タミヤが1961年に発売したパンサータンクである。1、35スケールを採用したのは、電動走行させるために車体に組み込むモーターや電池、ギアボックスなどの大きさから逆算した縮尺が1、35日かかったためである。パンサーの売り上げは好調だったため、タミヤは同じスケールで戦車モデルのシリーズ化を行ったが、初期の戦車シリーズの一部には、 内部スペースを確保するために1、35スケールより大きめに作られたものもあった。また、1960年代にはタミヤ以外にも、独自に1、35スケールで戦車をモデル化したメーカーや、航空機をモデル化したメーカーもあった。その後タミヤ製1、35スケールモデルの品質の高さが認められ、ラインナップが充実してくると、追随して1、 35スケールを採用するメーカーが徐々に増加し、事実上の国際標準スケールとなった。現在ではアジアとヨーロッパの多くのメーカーが1、35スケールで戦車やフィギュアなどのミリタリーモデルを発売しており、ミリタリーモデルでは最も充実したスケールとなっている。またヘリコプターや恐竜などのプラモデル。 装甲機兵ボトムズなど一部のキャラクターモデルにも1、35スケールは使用されている。1、35スケールクーゲルブリッツ・タミヤが1、35戦車シリーズの開発を進めた1960年代には、ミリタリーモデルには標準のスケールはなく、欧米では1、32、または1、40スケールが使用されることが多かったものの、日本国内では各社が 独自のスケールで電動の戦車モデルを発売していた。その中で、大滝製作所、日本ホビー、日本模型、日東科学教材などが1960年代に、すでに1、35スケールのミリタリーモデルを発売している。1970年頃までには、タミヤの1、35戦車シリーズは30種類を超えて、品質も大幅に向上し、さらに電動を廃した。 ミリタリーミニチュアシリーズも加わったことにより、日本国内では1、35スケールは、ミリタリーモデルの標準のスケールとして定着し、1972年には、新メーカーのマックス模型が1、35スケールのミリタリーモデルで市場に参入している。日本国外でも1973年に、イタリアのイタレリが1、35スケールのミリタリーモデルに参入したのをはじめ、 1970年代の半ばにはフランスの LL やイタリアの SC も1、35スケールのミリタリーモデルを発売している。アメリカでもモノグラムが1973年に1950年代末に作られたミリタリーモデルの再発売を行う際、一部の製品に1、35スケールと表示している。また、テスターは1979年から イタレリ製の1、35スケールキットのアメリカ国内での OEM 販売を行っている。1990年頃には、香港のドラゴンモデルズが1、35スケールのミリタリーモデルに参入して、精力的に製品の開発を進め、1990年代半ば、以降にはズベズガなど旧ソビエト、東欧圏の多くのメーカーが1、35スケールのミリタリーモデルの生産を始めた。 1980年代から90年代にかけて、主に日本製キットのコピーや、そのバリエーションに近い製品を主に作っていた。韓国のアカデミーや、中国のトランペッターも、2000年頃からは、オリジナルの製品を多数開発している。2012年現在、蒸気以外にも、日本や中国、台湾などの多くのメーカーが1、35スケールのミリタリーモデルを作っているほか、 改造やディテールアップ用のパーツも多くのメーカーから発売されている。また、ミリタリーモデルとは多少性格が異なるが、1970年代後半にタミヤから中心蔵の登場人物の1、35スケールモデルが2セット計12体発売され、青島からも日本の歴史モデルとして戦国武将や厚労士などが発売されている。現在タミヤから 恐竜を単体でモデル化した恐竜シリーズと台座や樹木などが付属した恐竜世界シリーズの2つのシリーズが1、35スケールで発売されている。1980年代初めに発売された恐竜シリーズは比較的古い復元図に基づいて造形されているが、1990年代半ばに発売された恐竜世界シリーズは 映画ジュラシック・パークなどで一般化した新しいイメージで作られている。また、タミヤの工場見学者用の記念品として作られた135スケールのプテラノドンがイベントなどで限定販売されたこともある。アメリカのリンドバーグなどからも135スケールの恐竜が何点か発売されているほか、スケールは明記されていないもののタミヤのキットとほぼ同サイズの恐竜が イギリスのエアフィックスなどいくつかのメーカーから発売されている。ガレージキットとしても海洋堂などからレジンキャストやソフビ製の1、35スケールの恐竜が多数発売されている。航空機では近似スケールの1、32が標準スケールとして用いられているため1、35スケールで製品化されている航空機は少なく、そのほとんどは軍用車両にスケールを合わせた。 輸送用や攻撃用のヘリコプターである。すでに1970年代半ばには、フランスのエレールが1、35スケールの軍用車両と、共に輸送用ヘリコプターのシュッペルフルロンを発売している。2000年代に入ると、日本の富士見模型、韓国のアカデミー、中国のトランペッター、台湾のアフフクラブなどから1、35スケールのヘリコプターが発売され、 アメリカの MRC からもそれらの一部が OEM で発売されている。2010年には日本のトライスターが固定翼機のフィーゼラーシュトルヒを1、35スケールで発売した。また国産プラモデル黎明機の1960年代にはマルサン商店、日本模型、大滝製作所などから1、35スケールの冷戦などが発売されていた。タミヤが ミリタリーミニチュアシリーズのナンバー、no. ワンを10として発売したピバーをはじめ軍用車両にスケールを合わせた消火運転の1、35スケールモデルがいくつかのメーカーから発売されている。また、イタレリは2006年より各国の小型潜水艇や魚雷艇をシリーズで製品化している。1980年代半ばに宝からアニメ走行機兵ボトムズの アーマードトルーパーが1、35スケールで発売されていた。これら AT のプラモデルは2006年にタカラトミーから作るリバイバルコレクションシリーズとして3種1組で4点が再発売され、パッケージには発売当時のイラストが使用されていた。また、プラムからは2011年よりゲーム、重装機兵、レイノス及び重装機兵バルケンの アサルトスーツが1、35スケールで発売されている。バンダイは2006年より UC ハードグラフのシリーズ名で機動戦士ガンダムに登場する軍用車両とフィギュアを1、35スケールでモデル化しており、2009年には61式戦車、2011年にはコアファイターも発売された。また、2000年代半ばには、 マスターグレードシリーズで生鮮士ダンバインのダンバインや機動警察、パトレーバーのイングラムを1、35スケールで発売している。ありがとうございます。